女刑事ペパーは1974年9月13日から1978年3月29日までの4シーズンにわたって NBC で放映されたアメリカ合衆国の連続テレビ刑事ドラマアンジー・ディキンソン主演ロバート・エルコリンズ制作日本でも1975年4月からフジテレビ系列で女刑事ペパー・アンダーソンとして放映第2シーズン以降は 東京12チャンネル系列に移り、新、女刑事、ペパーとして放映された。ペパー・アンダーソン・ィンカーン・シー・ヒルバーンによるオリジナルの脚本に基づき、ロサンゼルス市警察特捜班に所属する、秘密捜査官サージェント・ペパー・アンダーソンを中心に、物語が展開する。サージェント・ウィリアム・ビル・クローリーは直属の上司、ピート・ロイスターとジョー・スタイルズは、殺人、レープ、 麻薬犯罪まで全てを網羅する特捜犯の相棒たちである。多くのエピソードで、ペパーは容疑者に肉薄して逮捕につながる情報を得るため、娼婦看護師、教師、客室乗務員、囚人、ダンサー、ウェイトレスなどに変装して潜入捜査を行う。ディキンソンが演じるキャラクターは、ペパーと呼ばれていたが、情報源によれば、彼女の法的な名は異なる。 ほとんどの情報源は、キャラクターの本名をスーザンとしているが、リアンあるいはリーアンとしているものもあるで、ビル・クローリーによって言及され、第一シーズンのエピソード、助手の群れの中に、替え玉に手を出すな。では、ペッパー自身が言及している。助刑時ペッパーのパイロット版でもある、ポリスストーリーのザ・ギャンブルというエピソードでは、ディキンソンの役名は、リサ・ボーモントとなっている。助刑時、 ペパー第1シーズンの DVD で、ディキンソンは、シリーズの制作が始まり、ペパーの名に決まった時点で、自身と、プロデューサーが、リサ・ボーモントという名前を使わないこととしたと述べている。カッコ内は日本語、吹き替えシリーズ全91話のゲストスターには、エディ・アダムス、ロニー・アンダーソン、ダイアン・ベイカー、フランク・ボナー、ロッサのブラッチ、メレンディ、 ブリット、ロリー・カルホーン、デイン・クラーク、ボブ・クレイン、パット・クローリー、ジェームズ・ダレン、ルビー・ D、サンドラ・ D、ダニー・デビード、エリノア・ドナヒュー、パティ・デューク、ジェフ・エドワーズ、サム・エリオット、オードリー・ランダース、ロンダ・フレミング、ラリー・ハグマン、マーク・ハーモン、チック・ハーン、エイミー・アービング、ベン・ジョンソン、シェル・ラット、フェルナンド・ラマス、バリー・リビングストン、アイダルピノ、 キャロル・リン・レイ、イアン・マクシェーン、ドン・メレディス、ドナ・ミルズ、ジュリエット・ミルズ、アネット・オトゥール、マイケル・パークス、E.J.P. カー、ジョアンナ・ペティット、キャスリーン・クイン・ラン、キム・リチャーズ、カイル・リチャーズ、キャシー・リグビー、スモーキー・ロビンソン、ルース・ローマン、ウィリアム・シャトナー、フェイス・スペイン、ダレーン、スティーブンス、フィリップ・マイケル・トーマス、ロバート・ボーン、ジョン・バーノン、パトリック・ウェイン、キャロル・ウェルズ、 アダム・ウェスト、パリー・ウィリアムズ、テブラ・ウィンガーなどがいた。ジャークの花園は、第1シーズンの第8話、1974年11月8日に放映された。ペパーは、老人を搾取して殺害しながら老人ホームを経営する3人のレズビアンを捜査する。ゲート・レズビアンの団体がこのエピソードに抗議し、描写が、ステレオタイプ的で、ネガティブなレズビアン表現だと非難した。 レズビアンの活動家グループが放映の一週間後、NBC のオフィスをジャックして一晩中選挙した。活動家との交渉後、NBC は翌年この回を再放送しない旨に同意した。ジャークの花園は DVD で視聴可能である。チンジケートされた1957年の連続テレビドラマ、捜査網はアメリカ初の女性警察官を主役にした。 テレビ番組であったが30分のドラマは短命で1シーズンしか続かなかった。ジョケージ・ペパーはアメリカのゴールデンタイムで初めて成功した女性警察官を主役に据えた1時間の連続ドラマであった。ディキンソンは一般家庭に名前が広く認知されゴールデングローブ賞を受賞し3回にわたりエミー賞にノミネートされた。しかし2019年のインタビューでは ディキンソンは、報酬が不十分な上に、他の仕事に割く時間がほとんどなかったので、当番組に出演したことを後悔していると語った。番組は特定のシーズンで、平均視聴率が15位を超えることはなかったが、最初の1年で週に2度1位を獲得し、放送されたいくつかの国でも1位を獲得した。女刑時ペパーは、全米各地の警察へ、女性からの給職ラッシュを引き起こした。 近年、長期金属の女性警察官に職業を選択した動機について調査した社会学者は、女刑事ペパーがいかに頻繁に研究されたかに驚いた。1976年2月、ジェラルド・フォード大統領は、女刑事ペパーの放送時刻を遅らせないよう、火曜日の記者会見のスケジュールを変更した。ありがとうございます。